アスカ資料館は奈良県飛鳥村にある奈良文化財研究所の付属機関。1970年12月18日の閣議において飛鳥地域の出土品などを保管するための施設の建設が決定され、谷口義郎設計によるスキア風のコンクリート建築による資料館が建てられ、1975年3月16日に開館した。 アスカ時代における和国の中心であったアスカ地域で発掘された多くの出土品を展示するとともに、アスカ地域の研究の最新情報を提供している。常設展示は、第1、第2の2つの展示室で行われている。第一展示室は、仏教伝来とそがし、アスカの宮殿、律令国家への歩み、アスカの古墳、アスカの寺院の5つのコーナーからなり、 高松塚古墳出土品をはじめとした、飛鳥地域の宮跡、寺院、古墳などの関係資料を展示している。第二展示室は、曽我倉の山田石川のマロの発願によって、混流された山田寺の関係資料を展示している。山田寺石からは、1982年の発掘調査により、東回廊の部材の一部が出土した。これは、 世界最古の木造建築として知られる法隆寺近堂よりさらに古い7世紀半ばの建築部材である。第2展示室では出土した東回廊の部材の中でも保存状態の良い三件分を使用した復元展示が行われている。2020年2月27日から同年3月15日にかけて新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 国立博物館などとともに臨時休館措置が取られた。ありがとうございます。